皆さん、こんばんは。今日は2023年12月30日土曜日です。今日のテーマは、中国の衰退と社会の混乱について。中国の社会はむちゃくちゃの状態です。そして、年末となりますが、冬という意味ではありますが、中国ではですね、 去年、あるいはこの3年間コロナ対策の写真ですね。やはりこれは思い出ですよね。とていうのがですね、ネットで公開されています。3年前とも言いますが、でも近い、まあ昨日のような感じですね。去年はまたこういう厳しくですね、コロナ対策やっていましたので、多くの人は外出禁止でした。白い服を着る人間は田舎に農村部にいて、わだわだと行くんですよ。 そして、困難を乗り越えて、山を越えて、現地からにコロナ対策といいますが、PCR 検査をしました。そして、犬くんも登場しますが。まあ、ネットではですね、こういう思い出がいっぱいで、今年はですね、雪だるまといいますが、白い、こういう人間ですね、作ってありますが。習近平が続投できて、社会がもっと無茶苦茶となりました。 国家安全局ですね、毎週スパイの逮捕に関する情報を公開しています。クリスマス前後の1週間ですが、3回もですね、スパイに関する逮捕の事例がありました。カメラを持って、カメラを持って港で撮影するだけでも禁止なんです。逮捕されました。あるいはスマホを持っている方がですが、SNS へ投稿します。 不注意で、その会社、あるいは国営企業の事務所、書類とかですね、風景などを投稿してしまったり、それも逮捕の対象となってしまいました。一番最近なのは、12月28日の情報ですが、一つの逮捕された事例でしたが、上海の家主さんですね、モデル物件を外国人に貸しました。毎日の夜ですね、そこから、 青色、青光が出ているっていうことですね。気づいて国家へ報告しました。調査した結果ですが、この団地の向かいにはですね、中国海軍の基地なんですよ。その人はですね、外国人ですが、スパイだったんです。そして、青色の光とは、盗撮設備なんです。そういうのがありましたね。なので、これを見てですね、ものすごい、 怖いよねっていうふうに思う人もいれば、でも私は不思議に思います。こういう青色光るものですね。スパイでしたらわかると思いますが、そしてスパイはですね、まあ、衛星ですね、使わないですよねと思ってしまうんですよ。まあ、どうしてでしょうかと思ってしまいますが。しかしですが、こういうような逮捕ですね、調査した事例はですね、公開されました。人の名前は公開されません。場所も ないんです。時間もありません。なので、本当かどうかはわかりません。ただし、こういう報道がいっぱいあって、社会ではやはり緊張な雰囲気ではあります。みんなの周りにスパイがいるんですよ、という意味ではあります。目的はですね、みんなの周りにスパイがいっぱいいて、効果は安全を守るために、どんなことをしてもいいですよね、というようなイメージでやっています。 この人はですね、中国の国家安全保障の長官、陳一新さんです。3月から習近平と度きで彼も登場しました。元政治、法律、委員会の秘書長官でした。登場してから中国の国家の安全を強化しました。外交もそうですし、外資系の企業もそうですし、外国人の行動も監視するようになったんです。 多くのコンサルティングの企業も調査されました。あるいは、この間ですね、日本のアスタラ製薬の方も逮捕されました。これはですね、結構日本での影響は多いと思いますが、やはり中国での営業活動、中国は怖いですよね、と,という雰囲気はあると思いますが、今までですね、こういう人たちはですね、中国政府と付き合ってきて、 長年中国で活動してきて、政府と仲いいよねという意味ではありますが、しかし、そういう方であってもですね、逮捕されてしまいました。現在日本の方はですね、少なくでも17名逮捕されています。しかし証拠はありません。あくまで疑いがあるんですよという理由で逮捕されています。 7月からスパイ法律というものが実施しました。中国人の人権弁護士言いました。反スパイ法律で自由自在に敵のことを逮捕することができます。つまりスパイではないんですよ。敵なんですよ。スパイでしたら証拠が必要です。でも敵ですと証拠はいりません。10月から さらに国家機密法案というものを発表しました。結果はですね、中国政府は全てのものを秘密にしました。つまり、中国は完全に不透明の国家となってしまいました。あるいは、警察国家です。以上のことをやってきて、結果は外資系は怖いと思ってきて、中国での営業活動は怖いんです。また、 知性学のこともあるんですが、やはり戦争のリスクもあります。そうすると、コンサルティングの会社も移転します。そうすると、外国の投資機構も投資企業も出ていくんですよ。アメリカの分析ですが、外資系の会社は、この1年半、中国での利益を再投資していません。中国から稼いだお金をですね、 利益ですが、持って帰るか、他の国へ投資しています。合計中国から1600億アメリカドル流出しました。つまり、中国に流外資系にすれば、中国の魅力はないんです。11月となって、ハンガードという会社ですが、これは、登録投資コム、プラス資産運用の会社ですが、 中国から撤退しました。そして、ギャラップ社。世論調査及びコンサルティングの会社ですが、中国から撤退しました。そして、フォレスターリサーチという会社ですが、同じく中国から撤退しました。そして、GLG という会社ですが、同じく撤退しました。こういうコンサルティングの会社、 調査の企業がいっぱい出ていくと製造業も動きますし、例えばアップル社ですね、産業を移転します。中国の雇用の問題がやはり出てきます。経済も良くないですし、消費市場も良くないんです。そうすると中国政府は現在ですね、外資系のことを誘致するように力を入れました。李強首相が登場してから、 にに積極的にアピールしして誘致します。引き続き、中国で投資してほしいんですよ。中国進出してほしいんですよ。例えば、輸入博覧会もありましたし、中国公衆貿易協議会もありましたし、などなどですね、産業サプランチン、そういうサミットをですね、開催しましたし、それから、我々は法律のことを大事にして、 法令、国際社会のルールを守っている大国ですよと言いました。アピールですね。そして外資系に良い環境を提供しますからと誘致しています。しかし、外資系を誘致しているのですが、外交ではやはり悪化しています。例えば、中国の国家安全部署が全国でスパイ探しをしています。 結果ですが、地方政府ですね、外資系のことを誘致しても、活動しても、成果はないんですよ。外資系のことを誘致する、担当する部署は、商務部です。国家の安全政策を作るのは、国家安全部です。この二つの部署がバラバラで行動していて、対抗しているように見えるのですが、実はそうではないんです。 外野さんの情報ですが、司法部の長官ですね、王さんという人でいるんですが、李強首相に報告しました。自分はですね、方としても外資系を融資していて、みんな警戒して怖いんですよ。でも、李強首相は何も対応できないんです。してくれないではなくて、対応できないんです。それは国家の安全が最優先です。 そういうふうに習近平が決めているんですよ。今までですね、中国のことを例にしますと、大きな船が運航します。その火事ですね、あのハンドルですね、握っているのは首相なんです。総書記は船の中にいるんですよ。方針、方向を決めるんです。あくまでも党の代表なんです。首相は船を操縦して、機関室にいる彼らたちに、 信号を出します。それからみんな動きます。それで船は進みます。同じ方向に向かっていくんですよ。この体制は非常に強いと言われています。しかし、習近平が登場してから舵事を握る人はいないんですよ。習近平はみんな集めてきて、自分の事務所に来てもらって、報告してもらうんですよ。でも自分らはですね、自分は 何もしないです。指揮もしないです。そのレベルもないです。力もないんです。そして、機関のトラブルがあってもですね、誰も対応しません。そうすると船が無茶苦茶なんですね。全てが無茶苦茶です。12月12日、中央経済工作会議が終わりました。2024年、経済の指導方針がありました。 安定が大事です。安定の中で成長しようと。経済に良くなる施策を出しましょうと。就職率を上げましょう。国民の自信を上げるようにしましょうと。しかし、わずか10日後ですね。22日、中央政府の新聞社が報道しました。オンラインゲームを叩くんですよ。つまり、ゲームを作成する会社。 開発する会社はもう成長できません。稼げないようにするんですよ。課金制をですね、基本禁止にします。お金かかるゲームでしたら、いくらかかるか政府が決めます。なので、みんなわかりました。これは学習塾と同じですよね。この産業は崩壊です。共産との考えとしては、みんなの考え、思想を管理したいです。あるいは、 洗脳したいんですよ。習近平にすれば、塾に行くより、義務教育の学校に行ってもらって、習近平の思想を勉強することが大事です。特に、青年、成人ですね、ゲームするように、やはり働くんです。農業しましょうと、働くことが大事なんですよ。この政策をですね、発表されて、次の日ですね、中国の株式市場は、 さらに暴落しました。それから、中央政府は、死ぬ行率のことを機密にしました。公表しません。青年の死ぬ行率は高いはずですが、最後に発表された数値は8月でしたが、21%を超えました。でも、大学の就職率ですね、大学生の就職率は30%以下なんですよ。来年の7月ですね、さらに、 1000万人超える大学生さんが社会へ出てきます。その時はもっと大変です。そうすると、政府の対策としては、軍隊をですね、拡大します。これで分かるのはですね、習近平の政権ですね、本当にむちゃくちゃです。各部署がバラバラで動いていて、目標がですね、統一していません。この部署とこの部署の政策は、やはり対立なんですよ。 次は食糧の安全です。12月20日でしたが、食糧の安全が大事ですよと中央政府がまだ強調しました。習近平は発表しました。潮の初期が責任を持って食糧を増産するように行動しろと。農業の面積が大事ですよと指摘しました。現在、中国の農業について問題がたくさんあります。 チップとか半導体、エネルギー、大事な産業ですね。すべて外国から輸入しなければいけません。工作機械もそうですし、食料も輸入しなければ無理ですね。習近平が心配しているのはですね、食料のことで不正用に牽制されてしまうんですよ。輸入はできたら問題はないんです。万が一売ってくれない。あるいは、 輸入ができないと怖いんですよ。中国の食料の収穫は毎年絶好調で増加しています。自給自足率100%を超えていますよとも言います。ただしですね、おかしいのが世界で食料の輸入一番の国は中国なんですよ。真実はですね、食料のことをもし輸入しなければ大変なんです。お米だけではないんですよ。 小麦粉も、大豆も、トウモロコシも、モロコシなどですね、輸入しなければいけません。もしですね、食料を輸入しなければ、人口はですね、残分の位置減るでしょう、と言われています。中国の専門家は言いました。マラッカ海峡、パナマ運河、石油、食料の輸送に欠かせない大事なルートです。これは中国の場合ですね。 もし台湾海峡、南シナ海で戦いがですね、ありましたら輸入はできなくなってしまいます。マラカ海峡が狭くて閉鎖しやすいんですよ。またインドネシア、シンガポール、マレーシア、この3カ国で共同管理しています。しかしみんなですね、アメリカとの関係がいいんですよ。アメリカはこの間120億ドル分の武器を インドネシアに売却しました。そこで、まあ、駐在とは言いませんが、やはり教えますので。それから、米軍はシンガポールで駐在も可能です。特に石油ですね。ス製ズ運河、インド洋、航海、マラッカ海峡、南シナ海、それから中国に来ます。この間、米軍の基地がいっぱいありますので、どこでもですね、中国の船を 止めることができます。これに関して、イタリアの専門家も言いましたが、もし中国はですね、台湾のことを攻撃すると、先に食料のルートを遮断しましょう。そういう案があるんですよ。習近平は警戒しました。解決方法を考えました。一つ、食料ですね、とにかくいっぱい買いましょうと、保存しましょう。これで世界の 食料価格が高騰しました。二、森をですね、やめましょう。森を削るんですよ。削って農業用の土地にしましょう。これが約1年ぐらいですね、こういう運動があったんですよ。これも動画で話をしましたが、森はあったんですよ。住宅地です。住宅の周辺にはですね、森があったんです。これはし、これは自然省ですね。 高級住宅地ですが、森があっての高級住宅地ですね。しかし、森を削除しました。消しました。切ったんですよ。農業にしたんです、するんですよ。そして、森を切って、こういう風にするんです。そして、地方政府のメ令デスから地方政府もですね、あんまり車を走らない、な町ですので、例えばゴーストタウンの町ありますので、そこは、 あの、まあ、コンフリートと言いますが、こういう街ですね。とにかく穴を開けるんですよ。穴を開けて、そういうですね、まあ、枝と言いますが、芽ですね、植えます。実はですね、おかしいんです。成長はできません。でもそういう行動をするんですよ。地方政府が。ここにも書いてありますが、森をやめて田んぼにする。しかしですね、これはダメだダメなんですよね。環境を大事にしようと推進して、この、 森ですね、緑を20年間推進してきました。結果ですが、森のことをですね、破壊しました。でもですね、すぐに成果が出ました。やはりですね、神様が起こりましたよ。これはですね、今年でしたが、夏場、大雨降ったんですよ。大雨降ったらですね、やはり山をですね、森を削ってしまいましたので、田んぼをですね、変えたのようにしますので、一気にですね、大雨となって、 崩れました。これはですね、洪水となってしまいましたね。やはり木はないですから根っこもダメなんですよね。なので、これはですね、土砂崩れとなってしまいました。農業もダメなんですよ。それから習近平は、ウシモンゴルへ視察しました。森が大事ですよ、と言ったんですよ。実はですね、そこから中国はですね、この運動が終わりました。つまり、森をなくして、 担保にする運動で、運動がですね、これで中止となったんですよ。終わりました。でもですね、実は原因があるんですよ。中国の交差がひどすぎて、森がなくなってですね、特に内モングルですね、森がなくなってしまって、北京まで飛んでくるんですよ。どうしても、そこは砂ですね、多いので、飛んでくるんですよ。それで、中国の問題ですね、年々交差がひどくなっている原因です。 習近平は怒って、やはりダメですよねとなって、森が大事ですよとなったんですよ。これが今の中国の状態です。そして中国はよく言いますが、台湾を、まあ、統一する。台湾を包囲すればいいんですよねと言いますが、実はですね、中国はもし包囲されたら、シ糧の危機はすぐに起きるというふうに思います。それからコロナ終わって、生産再開しました。しかし、 ますます混乱となってきました。これが今の現状です。一つは習近平には能力がないんです。もう一つは施策を作る能力のある部下がいないんです。それから党内ではみんなバラバラです。国民はですね、ここでもうたくと支持する派が出てくるんですよ。民営企業は移転するし、外資系も移転します。 とにかく国がむちゃくちゃです。社会もむちゃくちゃです。この状態で国民はですね、毛沢東を支持する派は出てきたんですよ。この間動画でも話をしましたが、社会ではですね、日本かとなっているんですよ。つまり、毛沢東派、毛沢東支持派と毛沢東の反対派、あるいは、ボンカー大革命のことを支持する派、あるいは、ボンカー大革命は、 あってはいけませんよと思っている人もいるんですよ。こういうふうに社会では今は日本がつながっていますので、この状態が進むとどうなるでしょうか。中国の社会ですね、つまり経済が良くなればいいんですが、もしですね、さらに悪化すると、ボンカー大学名起きる、再び起きる可能性はあるというふうに思います。 まだですね、中国の経済について次の動画で話をします。一つもいい情報はないんですよ。これが今の状態ですが。この動画はここまでにしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。